アクション、アクションということで、本日もやってまいりましたオーシャンピーポーたまにやっちゃうよラジオ。はいはい、盛り上げてちゃんと。あのさ、ラジオの時さラジオの時唯一のさ、もうメインじゃん、すんげえ嬉しそうなんだよ。いやでも普段もこのメイン張ってるから。いやそうなんだけど、やっぱラジオはもう特にメインじゃん。確かに。だからそのこの嬉しそうな顔、楽しいニコニコしながらもうやってる人すごいね。なんかもう始まった時のこの時のスイッチがさ、ね、始まった瞬間の、いや普通スイッチ入ったらさ、まあ、笑わないのよ。なのでスイッチ入ってもニヤニヤしながらはい始まる。いつもと違うでしょ。ちょっとあのいつもと違う感じのラジオだよね。たまにや、たまにだからこれ、たまにやっちゃうよラジオだから。確かにレアだからね、レアだよ、しかも今日はほら見て、前回いなかったけど今日大沢くん、のぶくん、いやよろしくお願いします。あどうも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 、ねーゲストみたいになっちゃってる。いやまあたまにほらいない時もやるから。知ってんのかな、のぶがさ、もう湘南で唯一の日本チャンピオンとおぉグラチャンでね、そう一人だよ。そうだよ。え、急にその話、いや知ってんのかなと思って、いつもさオーシャンピオンで出てるじゃん。でなんかこうちょっと滑るキャラみたいな。確かに。あのねあんまないよ。こういう扱いされることない。いしかもこれリアル、これリアルじゃん。アイスかやられたりさ。ね、もう覚えてない。もう覚えてない。もう覚えてない。もう2週間前以上のことは覚えてない。そうだよね。アイスのことなんてもう何？でもこのなんでリアルなノブの見れるの？ここしかないから。確かに。いつもはもっと見て。いつもはチャンピオンの顔してるから。確かに。してないでしょ。結構ね。ここだけちょっと意味わかんない。ここだけ小学校1年生から止まってない。確かにね。ここは一緒だね。学校受けて。老けてんのかお前っつってね。はいはい、白髪のチューブでしたよ。いやでしたそんなだった。いやまあ大沢くんはグランドチャンピオンだし、もっともうカヌアの前のレッドブルライダーですよ、日本の。ちょっと待って、ね、今日の最初のテーマはまあいいんじゃ、一挙だった。初めてでしょ。だって初めてだけどさ、初めて見る、わかんない。だってノブのあれを知らない人もいるかもしれない。あそう、大橋海人チャンネルなんで一応。そうでしょ。そうでしょ。そう。でもノブがいて、ノブくんはサーフィン上手いプロサーファーだなってそれだけかもしれないけど、もしかしたらね、知らない人がいるかもしれない。ちゃんと伝えとかないと。いや海外に、お願いします。海外に行った第一人者だからね。ほらオーストラリアでさ、いやもうあれですよ、もう海外行ってここカイトとかさ連れて行ったりするけどさ、ずっと後ろに寝てる。そうね、景色も見ないでずっと寝てるって。そう、おかげで大きくなりました。そう、見てくださいよ、成長した。世界的フリーサーファーになった。いや素晴らしいね。で、オーシャンピープルのもう大黒柱となった、いやジョン・カビラさん。ジョン・カビラです。いいんです。ってことで、はい、本日もやっていきたいと思います。で、今日ね、短い時間だったんですが、急遽ラジオやるってことなので、質問をあれしましたと。1時間ぐらいじゃない質問。いや、前ほんとそんな感じ。そんな中で来るよ。そんな中でね、結構ね、来てますっていうことで、読み上げていきたいと思いますので、皆さん、回答のほどよろしくお願いいたします。これはもうね、あれなんで、セキララに行っちゃっていきますね。はい、セキララに。ということで、はい、1人目、まあ名前は言わずにっていう感じだよね。はい、今の3人の中で FIFA で一番強いのは誰ですかと。サッカーゲームね。で、ま、今年の夏はぜひ混ぜてくださいっていうのが。おー、全然島崎の人。いやだって混ぜてください。神戸、関西の方ですね。えなんとなくわかるぞこれ。なんとなくこれはね、俺も知ってるわ。店長じゃねえの、それ。店長じゃねえんだ。あ、分かった。分かるか。え、湘南来るって言ったもんね。そうじゃあ、まあそれはやろうよ。そう、俺はやる。行ってんだから来てもらわないとね。うちへ泊まっていただいて、ね、我が家に泊まっていただいて、もう夜な夜なフィーバーやります。サッカーやります。でも負けたら髪の毛ロン毛からショートにするっていうの。確かにいいね。坊主ってことで、今3人の中で一番強いのは私です。いやノブは置いといてもらえない。多分この3人の中に入ってないの、多分。確かに1、2、3だよね。あ、フルメンバーの方ですね。やってるとこ見てないじゃん。ノブはチアリーダーだから。チアリーダー、応援団長じゃない。応援団長じゃない、チアリーダー。 LOVEW でしょ。チアリーダーってってことで、あ、いいですか。今
ドって得意じゃん。ちょっと面白いよ。ジェリーだからね。得意っしょ。やばい。あの、とりあえず3人の中で一番強いのは僕です。それは、で、2番はもう修二かカイトって言ったら、まあどっちもどっちかなみたいな。俺でしょ。いや、これは俺は思った人と言っていい。人と言っていい、うん、これちゃんとノートつけよ。成績。この1年間の成績。1年間やる。当たり前じゃん。やる。いいよ。ちゃんとノートつけて1番決める。確かに、そうだね、うん。勝者ね。勝者を。じゃないと、これはもう言えない。マンスリーでしょ、マンスリー。じゃあマンスリーでやっていく、うん、そうで、一番ビリのやつは何かやろうよ、これから。おマンスリーのビリでは何か、おあ、もう絶対やろう、ね、絶対やろう。じゃあそれはじゃあ今日から始めよう。もうこれあれだよ、もう視聴者に何してほしいか集って、それをやるしかないよ、多分。じゃあそれで、次だよ、それどうすんの、すごいの来たら、もう。まぁ、あ、ちょっと考えて、あの、俺入ってないんだよ。まだ、ちょっとまだ、トレーニングは入ってない。チアリーダーだから。あ、チアリーダーだから、こうやつ。そうそうそう、ポンポンつけて、ミニスカで、あの、いや、あの、子供たちと一緒に。入ってもいいよ、入ってもいいよ。入ってもいいけど、今のところ絶対ビリ間違いない。だってさ、なんかずるいんだもん、みんな。何が？俺ができないさ、ゲームとかさ、ゴルフとかさ。いや、だってさ、ちょっと言っていい？ノブサーフィンしかできないじゃん。いや、チアリーダーできるか。チアリーダー LOVE。 あ、キムタクとか。あちょっあれあ、ちょっとやめてやってくれる。なになに、もうとりあえず FIFA じゃあね、あ、じゃあそれで、それで決めましょう。ちゃんと1番は、それ決めて、今は0、わ かんない。 OK OK はい、次いきます。ね、ちょっとなんかドキドキするね、これ次の人たち。はい、次これね、今日ね、ちょっとね、俺の質問が多いんだよね。俺の質問。はいはい、じゃあ、まあ、これはね、ある。こうたくんは、まあ、プロサッカー選手の時とか、サーフィンをやってたのですかと、うん。いつから始めましたかっていうことなんですけど。それさ、ノブの子、あの、今グランドチャンピオンですよって説明したじゃん。こうたくん、ちょっと謎じゃん、今。うん、だから、ちょっとこうたくんの、そうね。うん、学歴から言ってもらっていい？あ、待って待って。学歴。学歴、僕もう高学歴でやだって。それね、一番自信あるところ言っちゃうのダメだよ。高学歴だから、やっぱり。じゃあ行ってみて。うん、浜須賀小学校でしょ、はい、で浜須賀中学校でしょ、うん、そっからあの神奈川県の東光学園っていうところに行きまして、足だけだよね、入った足だけだよね。いやいや、で、からの中央大学に行ってるんで、もう結構頑張りました、勉強で、6回殴ったんだっけ。いや、ね、6回じゃねえ。足だけでマーチに行ったぞ。 いえ、全く勉強いわ、学力追いつかない。学力ですよ。だってその時ってさ、別にさ、あれだよね、大学側もさ、結構そういうの隠蔽できるもんね。学力そういうのもあるよね。そう隠蔽できるから。あ、お父さん言ってた、はい、でそれで今で質問で言うと、その質問で言ったら、もう今ね、サーフィン歴は意外と長いんですよ、私ね。のんちゃん長い、もうずっとノブと一緒に入ってたから、うん、でも多分俺がサッカーやってる時は本当たまにしかでも入れないんですよね、うん、平日入れないし、ね、まあ、週末試合やってたんで、うん、たまにちょこちょこと。でプロリーグ行って帰ってきたのは何年頃だ。25の年で帰ってきたので、10年前。もう10年前だね。お、まあ、約10年前帰ってきて、はい、働き始めました。はいはい。これね、もう一つ、職業は何ですかっていう質問も来てるんですけど、 YouTube、 YouTube だけで返したらもう大したもん、ね。サッカーやめて帰ってきてからはもう社会人として働いてます。営業マン、ずっと営業やってる。今だって、あ、なんて言う、なんて説明するの、今やってる職業。今はダブルワークしてます、私。一応自分の会社を持ってます。9期目かな今、うんうん、そこは貿易関係の仕事してるんですけど、はいはい、もう、あの、普通にサラリーマンもしてます。で、それは IT 系だよね。そう、 IT 系の企業で営業してます。ああ、はい、なんて、働き者、意外とそういう裏の顔が、あ、意外と働き者じゃなかったらこの家住めないですよ。確かに。そんなことはないんですけど、せかせかと働いております。会社を持ってるこう視聴者の人とかいたら、こうたくんに行って、なんかこうシステムとかを考えてくれたりとかできるってことだよね。確かに確かに、うんうんうん、だそういうのもやっていきましょうよ。やっていきましょうね。いいっすね、いろいろできます。いや、なんか仕事関係で絡めるとかなんかあれば、もう相談していただければ、ね、こんなことできる、あんなことできないっていうのが出てくるかもしれない。確かに、ぜひよろしくお願いいたします。はい、DM の方でね、やってくれれば答えれるから。はい、やっていただき、じゃあ何歳から結局始めてるんですか。何をですか。サーフィン。中学生からやってんじゃないの。中学生の時には、中学生はなんかよくあれだよね、同級生と、あの、まあ、ちょこっとね、うん、ほんと遊び程度。じゃあ25から結構
時間ができてやり始めて、いやいや、まあ、大学、うん、いや僕たち高校生入ってからは結構朝とかは入るようになってた。うん、なんか試合いない、あれね、東光学園のサッカーでは半端ないね。あ、たまにね、夏とか、そんなサッカー選手に東光にいたの。いたいた、すごかったよね、ほんとすごかったよ、彼は当時やってましたよ。え、光太君、東光学園の時は全国行ってない？行ってるよ、ベース、全国ベスト8で、高2で、高2で行ってるね。高1の時も行ってる。俺が3年の時行けてない。あれ、あれ、アザブか。はい、倒されました、ね。全国出てないんですけど、はい、一応高校はベスト8まで、全国ベスト8まで行ってる。いろんなスポーツやると結構大事だよね、でもね。いや、マジ大事、マジ大事。サッカーにもさ、生きるでしょ、サーフィンが、ね。いや、ほんとそう。サーフィンもそうだもん、だってガブリエルとかさ、ミゲルとかもさ、もうサーフィン終わったらサッカー、サーフィン終わったらテニスとか。いや、ほんとそう。それでなんかいろんな筋肉がこう鍛えられて、そうだね。いいよね。カイトと、この3、俺以外の3人はさ、海上がったらサッカーだもんね。海上がったらサッカー、こうやって。いや、これすごい、超大事だからね。そうだよ。胴体視力を養えるからね。もう、波がこう来たらもうすぐこういけるような。そう。あとカーソルチェンジがもう大変だから。大変なんだよ。くなーっ、あーってなっちゃうからさ。ここでよくわかんないもんね。これ波乗ってる時もあるからね。そう。ある。上、近く近く、チンみたいな。ほら。そういう感覚でいいよ。そうそう、そういう感覚やってる。わかんないか。わかんない。わかんねえか。それはわかんなかった。わかんねえってよ。やっぱな、これ生きていく中で全部のことをやっぱ全部サーフィンに理由を持たせるみたいな。なるほどね。そういう会議意識だよね。そういうとこは気づかなかった。なるほどね。そう。けどさ、確かに中学生ぐらいからサーフィン、まあちょこちょこやってて、まあ、高校もサッカーやりながらこう両立してて、ね、サーフィンしてて、うん、けどやっぱお母さんはさ、うん、サーフィンあんまあれだったよ。うちの別に母ちゃんの話じゃ出さなくていいんで、なんでうちの母ちゃんの話出すんだよ。なんか俺が入ったら、俺がノブはうちの母ちゃんからもうなんか敵扱いされてるってずっと言い続けてるからよくわかんねえから。被害妄想入ってる。被害妄想入っちゃう。入るわ。だって朝学校あんのにさ、海から上がんないが、母ちゃんさ、ぶち切れてチャリンコでさ、海向かってきてね。で、俺とノブで信号待ちしてて、向こうの方からすげえダッシュでチャリンコこいでおばさんいんの。もうね、結構離れてるけど、こう来たぞって。いや、俺も気づいて、やばいな。オーラがやばいな。やばいな。覇王色が出すぎちゃって、マジで。びっくりじゃん。マジで。やばいやばいやばいっつって。あ、もう学校行かないでサーフィンしちゃってたんですね。学校行くよ。行くけど、超ギリギリまで入っちゃって。大丈夫かと。そう。行くよ、学校にみたいな。間に合うんだよね、でもね。ギリギリ間に合うんだけど、やっぱね。そうそう。そう、そういうのあったよね。そう、一緒にサーフィンやってる仲だからさ。そうそうそう。だからもう本当に、本当遊び程度でちょこちょこってやってたけど、で本当ちょっと前ぐらいから、ちゃんとこうなんかね、だってずっとノブの板乗ってたから俺。そうだね。そう。なんか、あれでしたよ。アミング？ないないない。ない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 。昔の板。なるほどね。よく乗ってたよね。乗ってたよ。まあ、でも本当ね、周りの人も言うけど、しばらくさ、やっぱね、このオーシャンピープル出てから、うん、本当にこのサーフィンの急成長ぶり、すごいよね。すごい。これ結構やっぱね、やってるよね、ちゃんと。やってる。ちゃんと中学生からやってきた、補ってきたことが、この数年で、スコーンといったね。ね。じゃあここからだね。はい、次。めちゃくちゃ回ります。めちゃくちゃな気がする。っていう感じです。で、次。こうたくんって何歳ですかっていうことなんですけども、俺とノブはタメです、同い年。まだ早い、ノブは早い年。1962年。あ、だいぶ年だね。1962年同士だよね。そうそうそう、ゴジラがいた時代だよね。ゴジラいないか、時代。ゴジラいたんだ、1900。いた、ゴジラいたじゃん。見てたんだ。ビスタビスタ。あ、ゴジラだって。どんな感じ、どんな感じで。カーって感じでさ。ゴジラやーって感じで。ゴジラはちょっとね、助け求めない。ゴジラやりきって。ゴジラやりきって。ゴジラやりきって。ラジオカットないから、ノーカットだった。ノーカットね。そうだよ。ゴジラを見る正面じゃなくて、ゴジラの方やっちゃダメなのよ。何でもゴジラをやったのに。確かに。それで、まあそうだよね。でも君たちは早生まれ同士だもんね。そうですね。そう。だから学年はノブと俺は一緒。1987年。と88年だから、今年僕は、37歳になります。はい、はい、
俺の4つ上だね、だから。そう、カイトは俺らの4つ下。カイト君33?32。今年?早生まれだからね。そう。だけど、学年で言うと、俺の4つ上。そう。中学かぶんない。そう。そう。だから37の年で、33の年だってことだよね。そう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 。早生まれっていいよね、だから、ね。カイト君が俺の4つ上だけど。そうだね。学年が?うん。29だから。そうそうそう。44っすね。なるほど。だからさ、日本でややこしいよね、4月からってね。いや、本当だよ。海外とか全部連合だもんね。うん、もうややこしい。じゃあ、ここだけそうすればいいんじゃない?じゃあ、一番先輩になっちゃうけど大丈夫?いい、いいと思う。敬語使ってちゃうね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。俺は中学校の時は、ノブが卒業して、ノブの制服とか、うん、あのジャージとかを全部受け継いで。かぶんないからね。かぶんないから。で、もうこれ着ろっつって。でも俺はもう新しい大橋があるのにボロボロの大阪意味せられて意味のわからない、いや新しい大橋あんだけどな、でもボロボロの大阪をね、やっぱ投稿はして投稿してね、そうするとね、面白いことにね、やっぱあのノブが見てた下2年いるわけじゃん、中1中2、ノブが中3の時で、でその中2中1の人が、まあ、中3になって中2になって俺が中1になるんだけど、やっぱ俺っつって、あの大沢さんのあもう、ね、弟かみたいななって、俺がもう堂々とこう1年生ながら歩けるっていう、ああなるほどね、そうあったね、ノブ、ノブ君の大沢さんのみたいな、そうですけどみたいな、どんな人物ですかだってさほら怖かったじゃん、ね、怖くないでしょ、ね、怖かったでしょ、優しいのに、もうこの辺じゃもう有名な、有名なね、もう夢じゃないんだな、やっちゃな子たちでね、俺にはすごく優しかったけどね、ああいやもうわし海斗ジャージ着させたらぶっかぶかでね、うん、そりゃそうだな本当にみんなすごいスリムな感じでさ、やっぱこ うちゃんと登校するじゃん、中1、やっぱ中学校1年生ってまだみんなさ、ね、いい子じゃん、うん、グレてないじゃん、そうだ、ね、俺だけダボダボの、うん、グレてないのにダボダボでね、一番グレてないのに一番ダボダボの服で可愛かったんだからあ本当にそうだよ、なんでこんな中俺より年上みたいに見える、え、どう、どっちがやっぱ俺の方が上に見える、でももう俺はそういう風にもう見えちゃってるっす、もう、あ、そうフィルターがあるからもうね、この関係もあるしね、確かに海斗くんのが上には見えない、見えないよそりゃ、じゃあ次行きましょう、ちょっとありがとうっていうことで、何歳で、コウタくんって彼女いますかって俺の質問ばっかなんだけど、すごいね、コウタくん興味がいいじゃん、いっぱいいますすごい、炎上するよ炎上するよ、炎上する今時炎上商法だろこれ炎上させちゃうだからいっぱいいるぜじゃあさサムネは彼女はいっぱいいますでいい、手いっとこうがやっぱりいいんだよ、なるほど、手いっとこうがやっぱりいっぱいいるよ、まあね、結構ここにアクセサリー置いてあったりするしね、このテーブルの上でなのでまたね、こういう余計なこと言ってね羨ましいの、ノブ君、そういうのがもう、俺のここにこうやってアクセサリーが置いてあった瞬間のあの顔お前ってお前って忘れ物ボックス A、B、C、D っていっぱいあるもんね、あります、あります、あります、人によって分けてんだ、A の人を忘れてたら、まあ、ここかどってね、みたいなそう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 、え、でもさ、ここ何人で暮らしてんだっけ、え、一人、あ、処理、あ、そうなんだ結構はいつも賑やかだからさ、ね、君たちは既婚者じゃん、そうね、ね、そうね、私もあのバツイチで今フリーダムだから、それいっぱいだってもう問題ないでしょこんな世の中でそんなこと言う人いるといやでも ね絶対こういう人好きな人多いよ、そうだよね、茅ヶ崎のね、はい、ね、適当伝説だもんね、適当伝説、適当伝説フリーダ、フリーダ、フリーダムだよ適当伝説、うん、もう適当でいいんだけど、だからもう全然いっぱいいる中の私候補になりたいですって言うんだったら、そんなやついるかいないでしょ、私5番目でもいいのっつうのもぜひよろしくお願いします、もうイタちゃんに怒ってもらおう、もうまずはお食事から行きましょうっつって、イタちゃんにあの性格をこう改革するチャンネル作ってもらおう、でもじゃ大丈夫、ちゃんとジェントルマンだから、うん、学生の学生とは違う、ちゃんとジェントルマンね楽しませる、え、楽しませるし、ね、そう、大丈夫次行こう、じゃあ次行きます、はい、サーフィンをやっていてスランプになった時どうしてますか、これはもう君たちの場じゃないですか、いやでもスランプ、あ、スランプもね、うん、あの楽しんじゃってるから、どっちかとリアルにコウタがスランプだなと思う時どうしてんのかなみたいな、今、うん、スランプだって、スランプって俺のレベルでスランプってないと思うよ逆に、え、うん、
ね、どうなんすか。そりゃそうだろ、毎日入って、うわ今日調子良かった、よっぱやっぱダメだった、今日何難しかったっていう感覚でしかないじゃん。わかるわかるわかる。で、いつものサーフィン、いつもなんかキレキレで、うん、なんか最近ちょっといやできないなとかさ、ない、ね、なんかでないもん。俺サッカーの時あるよ、スランプ。えっ、これでしょ。なんだっけあれ、あ、イップスね、イップス、イップス、ボタンイップス入っちゃう、ね、あるよ、あるよ、迷いを生じる時に出てくるよね、ある、あ、そういうのある。あ、でも俺はね、スランプの時はね、もうひたすら考える。あ、考えるんだ。あ、ちょっと待って、それはサーフィンってこと。何でも、あ、何でもね、何のスランプでも超考える、その寝れないもん考えすぎて。で、大体1週間だね、スランプから解放されるのは。わー、もう、理由をなんか考える。あ、なるほど。そうで、サーフィンも あるよね、でもスランプめっちゃあるよ。なんでたできねえんだろうとかいろいろあるんだけど、ちょっとしたことでね、意外とね、あ、戻せる、戻せる、うん、あ、いいね。イップスはやっぱ戻せる、なかなか体の好調子とか、そう、あの、股関節がここあれだなとか、あ、で、ね、ひたすらいろんなこと試すの、あ、それ分かんない時は。なるほど。そうで、どん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 こう改善してって治るみたいな、ね。でも、まあ、どっちにしろサーフィンはでもしていかなきゃダメだね、うん、何回もサーフィンしてこう分かるたりとか。スランプの時か、なんかさ、すごい長く入ってさ、ずっと調子悪いなとかあるじゃん、うん、でもさ、一本だけでもずっと調子悪いなっていうのが日々が続いてもさ、なんかそのタイミングで半端じゃないの一本を決めれちゃった時とか、うん、一気に吹っ飛ぶよね。確かに、うん、なんかそういう感覚で、ね、はいはいはい、結構あれだな、もう自然に身を委ねるじゃないけど、じゃあそこまでこうスランプってものを心こうあーってならないってことですね。あんまりならないようにはしてるね。考えすぎないようにして、もうその時の一本が来た時がまでに、なんかそのきっかけを待ってる感じ、うんうん、なるほど。そうそうそうね、うん、スランプっていう感覚なのか伸び悩んでるっていう感覚なのか、ね、ちょっと違うでしょ。分かる。そうだね、うんうん、伸び悩んでる、うんうん、だからカイト君とかノブ君まで行ったらスランプになるってことですね。ちょっと調子悪いな。でもコウタ君は伸び悩むってこと。そう、伸び悩む、うんうん、そう次のステップにっていう、ね、そう、スランプっていうのはないじゃん。もうスランプっていうレベルじゃない、まず。伸び悩むっていうレベル。うんうん、そこだよね。確かに。で、結局、何つったっけ。一発だっけ。一発そのなんかあれば。そうそうそう。結局サーフィンってさ、わかんないけど。聞いてねえじゃん。聞いてた。聞いてたね。あのね、そのテンション大事やん、海って。大事、大事。ね、そうだね。やっぱさ、確かに。サーフィンってわかりやすい気がするの。その、私生活から。結構やっぱ乗ってない時にサーフィンしてもさ、なんかこうドヨンとしてあんま調子上がんねえなみたいな、でも超サーフィンしてみたいなさ、うん、なんかそういうテンションでバーンと入ってるとさ、確かにそのテンションでさ、サーフィン時間がかかってさ、確かに調子良くなったりするんじゃん。だからそのテンションの持っていき方かなと思う。あ、まあ確かに。あとはまあそうだね、うん、まあ物を新しくするとか、そうそうそう、いいと思うよね。確かに。まあ、ガイトたちは、俺、ノブたちは板が、ね、提供があって、新しい板をオーダーして、新しいに乗るわけじゃん、うん。俺らは買うしかないから。うん、でも、なんかなっていう時は、新規行って、うん、今回みたいに、ね、うん。今回みたいに。やる気またスイッチ入るもんね。やる気がもう変わるから。そうだ、新しいセッティングも。板新しくしてはいはい、はい、で、キパッチ貼って、うん、で、リーシとかもね、新しい新規一点で行くと、ちょっとね、また気分も違うし。確かに。で、伸び悩んだ時はもう絶対聞いた方がいい、上手い人に。確かに、確かに。もうそれが、もう伸び悩ん、もうこのレベルで伸び悩んでて悩んでてもしょうがないじゃん。確かに。でも周りにこのレベルでいない環境の人とかももちろんいるわけで、いや、だから探さ、そういう風に例えば YouTube やってる子たちもいっぱいいるわけだから、こういうの見たりして、こういうの見たりとか、うん、コメントしたりとか。そうだね。で、そう、YouTube の人たちが何かやるってなったらイベントはもう積極的に参加するとか、そうすることで伸び悩むのが一個また見えるとこあるから。間違いない。あ、そういうことさ、試合どうだった試合出てみて。試合出てみて、俺ああいう目標は持ってたじゃん。あれすごい進化した。いや、今年も狙ってるよ、視聴者は。お、確かに。当たり前じゃん。それはもうすごい良かったなと。あれはいい、試合に出てみるとか、はいはい、そういうちょっとね、うん、何かを目標にしてやるっていうのも一ついいと。確かに、確かに。やんなきゃってならないけど。そうだね。海入ろうとか練習しようって思うし。めっちゃ入ってたもんね、入ってた。うまくなりたいと思うし。まあ俺のせいにされたけどね。だいぶね。あれはノブのせいだったな。
ちなみにね、もう10年以上ずっとアドバイスしてるけどね。ああ、じゃあこれね、一つ皆さん俺から伝えたいことがノブたちのアドバイス。あ、嬉しいね、なんかアドバイス言ってくれ、うん、この間カイトは素晴らしいアドバイスしてきた俺と。こうだけなんつってライディング見てさ、うん、こうせっかくスピード乗ってて最後のワンアクション入れるときにこれボトム降りちゃったらスピード落ちちゃってダメだからっつって、うん、そのまま行ってそのスピードでこう行かなきゃっつうから、うん、えっ、ー、っつってなるほどって俺最終的には最後ちょっとボトム使わないといけないのかなっていう勝手な感覚があったな、はい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 、さあ関係なかった。それ今すごい特訓してやってる今一人で。なるほど。じゃあそれはボトムに降りれたら一番いいんだよ。降りてスピードをキープできればいいんだけど、こうたくん打つとスピードにビビってブレーキのボトムターンだから、はいはい、そのスピード維持しなきゃいけないっていう。そうでもよかったよな、あのロールで。よかったよかった、ロールイン。でノブの場合は昔言われたのがこうたん波走るときあるだろっつって横走るだろっつっておおっつってとりあえずお前ダッシュするだろ陸上サッカーのときっつってそうダッシュする感覚で走れっつうのよそんなのができたら苦労しねえじゃんあ、だからアバウトノブ君は感覚派なんですね。いや、いや、どっちかというと俺だと感覚派あ、でもカイト君のがなんかすごいあれじゃん、考えてやるタイプじゃん。いや、俺は感覚派なんだけど教えるってなったときにめっちゃ考えたらあ、こうだなみたいな。あのね、多分どちらかというと感覚は俺の方だと。そうかそうか。言語化ができない2人要はあんまりそう最近言語化がうまくない全く。こうたくんで学んできてる。なるほど。こうやってあ、あ、そうそうね、そういうことね、うん、シュッてやればいいの。そうそうそう。あ、そうね。でもノブのあれはマジでやばいね。最近成長した最近ね、ちょっとオーシャンピープル見てもらってる人もちょっと見返してもらって。あ、そうだね。ね、たまにこうアドバイスしてるのがあるので、はい、ちゃんと見てもらって。あ、そっかそっか、はい、ノブのやつ分かりやすいけどね。分かりやすいです、ね、分かりやすい。じゃあ、違う、ノブは人に、違う人に教えるときは多分超丁寧だ。なるほどね。多分俺のとこだと、あ、もう陸走るみたいな、走れそれができりゃ苦労しねえし、ってなっちゃうわけ。なるほどね。だから結果あれよ。でも、分かんない、ほんとね、まあこう、サーフィンなんか同級生で続けてきてくれてるやつだから、なんかこうすごく嬉しいんですよ。適当にこう扱いしてもサーフィンこう一生懸命やってんなみたいなね。確かに。おじさんになっても我々そうなんかね、そうおじさんになってから今本格的に上手くなりたい。このなんかみんなで50、60歳ぐらいになっても、あ、なんかこう一緒にやってんだろうなっていうのが見える。56、60歳でラジオやってますか？やってますよ。一番面白いかもしれない。確かに。確かに。もう言っても何でもいいやみたいなね。何言ってもいいやみたいな。そうだよ、そうだよ。おじさんの中のおじさんになってるから、ね。なるほどね。本当の茅ヶ崎の伝説のね。そうだよ。生きる敵とも。そうだよ。ってなってるかもしれない。楽しいね、そうだ。確かに。はい。ってことで。最後の質問行かせていただきます。結構来たね。テイクオフしてスタンス狭、スタンス狭ってなった、あ、狭って、あ、これからね、テイクオフしてスタンス狭ってなった時特に前足がテール寄りになった時の対処法は。それはね、そう、狭ってそのなった時前足が後ろに来てるのはね、だいぶ良くないことなんですよね。だからそれはもう立つ前の対処法だね。ならないために、なるほど、その前足はしっかり置く場所を決めておかなきゃいけないから、それどこに必ず立つ練習をしていかなきゃいけないと思う。あ、後ろのステップバックはいいんだけど、多分前に行くのは結構難しいと思う、普通の一般の人で。まあ、そうだよね。そうだから 手と手の間にちゃんと足を置ける練習をまずした方がいいと思う。なんかね、これ一個俺もスクールとか、やってる人にちょっとこうアドバイスも、まあ、俺も自分でちょっと受けたことがあるんですよ。おこう勉強型でね、うん、なんかこう左のお尻をこう振り子のようにテイクオフするときにこう右手の方にこう寄せていくような前足を持ってくるんだって、うん、そうで、この手と手の空間のとこに前足が来るように足を乗っけると、うん、あの
上半身が立ちやすくなるから、あとはこう立てばいい。なるほどね。なるほど。で押し左のってことはやっぱ手と手の間にやっぱこう持っていくっていうのは大事なんですね。そうそう。で、あとは抵抗するときに肘が外に行くと上体が立ちづらいから、あの足が前に出ないんだって。力が入っちゃってだ、なんか腕立てしてるみたいな感じで立っちゃってるから、女性の方とかね、うんうんうん、こう立ちづらいんだって、体の重さを拾っちゃうから、うんうんうん、板にさ自重が乗っかると板ボードがバランス失って、アンバランスの中で立っちゃうんだって。なるほどね。ちょっと待ってね、はい、すごい質問と全然違うことが言ってるのに聞くから。いやいや、だから、うん、足が前に出ないって話を、まあ、足が出ない、そうだ、足がね、手の、あ、手のね、じゃあ手の置き方とかにもあるかも、原因があるってこと。そこから直していった方がいいってことだね。そう、だからこれもメッセージの人はこの肘を内側に入れながら上半身をプッて立ちやすくなるので、うんうんうん、その時にあのお尻、後ろ、お尻、うん、左、左のお尻をこう振り、このように前に持ってくる。おお、これそうだね。そうそうそう、対処法はってたもそうだよね。そうそうそう。だその前だね。そう、前の段階で、ね、うん、でやってった方がいいってことだよね。そう。そのそうだね。結構ドンズ上がっちゃうもんね、後ろに。いやもうこんなやつや。そう。だから結構プロサーファーで板見ると前足はもう全く一緒なの、フットマークが。ああ、まあそうだね。もう本当ズレがあんまないぐらい、うん、フットマークがしっかりそこについてるから。確かに。それはね結構。前足しっかり決めてると思う。中分の時ぐらい前に足ずらすの。ああ、なるほど。そう、だから結構見てると面白い。バックフットは全然違うのに、前足はもうちゃんと決まってるから。でもこうやってバーッてこいで立つ瞬間って足ここだっていう意識一瞬するんですか？しない。前足ここを出すみたいな？しない。最初はしてた？しない。それさ、どうなんだ、前足ここで意識って しなくない？いや、なんかえ、じゃあそれどうやって癖づける？いやもうだからそのもう俺らのレベルだと立つ位置がもう決まってるから、もうちっちゃい時からやってるから、うん、だからもうずっとそこに立ち続けてるからやってるけど、今からや、うん、こう意識する人たちはその 前の手、うん、手の間に置くとかで意識してって、その意識が閉じていくと思うと思う。それをやっていけば、ね、このここにテイクオフする時にここに空間ができるから、そこに足を置くようにするといいですよね、うん、立ちやすくなるの。いやでもね、それはね、あるまあ俺らレベルでそれ行くと多分腹肩ぐらいです。腹肩ぐらいの本当メンツルでいい波の時って、まあ乗りに乗るからさ、テイクオフもめちゃくちゃスムースにできるわけじゃん。でもちょっとさ、サイズ上がってでかくなった時とか気持ち的にちょっと引いちゃう時あるんだよね。行かないといけないところをちょっとうわっつって、そのあってなった瞬間に、まあ、多分抵抗しに行くとちょっと出遅れてるっていうか、もう体勢的にこうなんか引いちゃってるから、抵抗した時にそういうことか、そうもうなんつうの、狭くなっちゃったり、狭くなっちゃったりするわけよ。彼らそういうのないじゃん、もう。だから多分腹から肩ぐらいの時、一番やりやすい時にどんだけ練習するかで、その以上は楽しくなってくると思うから、うん、そう意識することが大事じゃないですか。多分そうだと思う。抵抗不幸太くんとかそうだけどさ、ワンテンポ遅れるじゃん。遅れる、わかる。なんか俺もそうなんですよ。海斗くんとかノブズくんとかわーこいでパッていくけど、なんか一般の人ってこう立てるタイミングワンテンポ遅れないですか、見てて。あ、それしょうがないよね。あれって何なんですか。あれはもう遅いんだよ。そうだ、ね、でも自分たちからしたら結構ベストなタイミング立てる感じしないって感覚はあるよね。でもそれ、ここの動作が遅いってことですか。いや多分ね、乗る位置とか乗る位置、そう、あとポジショニングとか全部含まれてくるから、それをプロと単純に遅い。でもいや遅くないよそんな。あ、けどそのなんだろう、腹ばいの姿勢が長いみたいな。コウタ君とかたまにない？だね、あれはだからポジション、ここ波の一緒みたいな、うん、ポジショニングだと思う。俺ら結構掘れてるところでパッて立てるから安定してるじゃん、うん、そうだから、それはもう一緒にはならないと思う、ならない。こことはの波のさ、もスムーズにいく人見るんだよ。なんかその上手い下手関係なく、なんかそこの意識ってなんかあんのかなみたいな。いやだから上手いんだよその人は。あ、上手いね。そう、波の選び方がね上手いね。同じところでこうやってても、こうたくんとかは結構とろいところでこうやってって、そう、いけるかな、いけるかなみたいなのでやってるから遅い時はあるけど、あの普通にあのちゃんとしたところで立ってる時はまあ普通でパスで、うん、だからポジショニングが悪い時はそうなってる気がする。やっぱこう体重が乗っかってるなっていう時はあるよね。うん。その時はやっぱテイクオフ遅れてるなとか。そう、うん。でも俺らもトレーニングでやってたよ。こう腹ばいになって。こうすぐパッと立つ練習とかはそのトレーニングの一環で
テイクオフができるできないとかじゃなくて、そういうトレーニングがあった、うん、その二十歳過ぎてからも、その瞬発じゃないけど、ね、うん、そういう、もう自分の瞬発力遅いなっていうふうに思った人は家とかで腹パイになってパッて立てるんで、前あの手の間に足が出るような練習するだけでも全然違うと思う。なるほどなるほど。パッてこう立てる。なるほど。じゃあもうそこは反復でも体に覚えさせるしかない。そう、それをこうまたあのなんていうの、レッドなんとかじゃないけど、ラビットなんちゃらじゃないけど、こう何回もこうフッてやって、また戻ってフッてやってっていうのをこうルーティンの中ではやってたことはあったかな、ハワイとかでは。ハワイとかは特に俺らでも抵抗遅れることあるから、まあ、それこれ過ぎてて、そうするとその一瞬の足の位置とか大事になってくるから、そういうトレーニング軽く家でできるからいいかもね。なるほどなるほど、うん、って感じですか。あ、じゃあもうこれもうこの最後パクっていけるやつ、ステップバックってどんな時にしてますかって。飯食ってんの。ステップバックどんな時にしてますかって。ステップバックは板切り返す時とかかな、板、うん、切り返す時にステップバック、うん、あのボトムとかでボトムターン入るときにステップバックしてターンしてって、当てるときはもっとコントロール、あのよくしたいじゃん、だからステップバックしてもっとコントロールっていうか、こう俊敏になるようにステップバックする。じゃあトップからボトムに降りていくこの間にステップバックして、そうそう、ターン入れてアクションしに行くと。そう、でも日本人の、日本のコンペティターとかは結構決まってる人多い。もう立った瞬間にキックに乗ってる。あ、なるほどね。展開がもうダンパーとか、いい波じゃないから、いい波の時はやっぱりもっとこう、なんいろんなことがこうゆっくりできるから、こう足が前にあってスピードをつけてゆっくりステップバックしてやってとかできるんだけど、日本人、日本のねコンペスターは結構もうステップバックしないくてもすぐターンできるようにガチッと決まってる人が多い。うん、でもノブとか多分俺とかはステップバックするタイプの方だから。だから走ったりとか、そこのセクション抜けたいときは後ろ足は前にある。ああ、なるほどね。そうで、ターンするときに後ろに戻してバチンと。なるほど。俺はもう最近あのノーズ側に足をこう揃えて乗るとか意識してますよ。それロングボードだよ。ショートボードの。ショートボードはやめた人だ。確かに、そうか。でもやっぱほら、ボードってさ、レール入れてこう立つじゃん。ああ、だから立つ分さ、スタンスが狭いとさ、体をこうキープさせれないんですよ。まあまあそうですよね。そう、だからその切り返す時に後ろの足をこうステップバックすることで、ね、よりこう鋭角にいくというかさ、ボードの動きがこう軽くなったりする、うん、なるほど。そうそう、じゃあもうスピードがないとやっぱステップバックできないしね。そう、だし、うん、ボトムで切り返した時の こうスピードもう一回上がる時にもステップバックっていうのを入れると、なるほど、そう、よりね、うん、レールが抜けなかったり。なるほど、はい、じゃあそこを意識してやってみてください。はい、トップからボトム降りる時にステップバックかましてみて、でかませてアクションしてみてくださいってことで、はい、そんな感じの回答でよろしいですか。いいですね。ってことで本日もこんな感じでラジオ終わっちゃおうかな。ね、またした。はい、波ないから、うん、またこんな日もあると思うんで、たまにやっちゃうラジオ本日終了となります。はい、はい、さよなら、さよなら、さよなら。